電波リンクの通信品質が悪化。ロケットペイロードをセーフモードへカウントダウン停止。30。次の教練へ向かいます。お先に。ながらさん、あんな細いのにすげえな。つうかオペレーターにこんな体力いらないっしょ。おたべ、死ぬ死ぬ。そうかな。あの時の私には何か目標があったわけじゃなかった。目的地もなく、助かるあてもない。ただ歩いているだけ。お父さんもお母さんもお兄ちゃんも赤くなって消えていった。他の大人たちもみんないなくなって、気づいたら一人になっていた。何を考えて歩いていたのかよく思い出せない。死にたくないなんてことさえ頭になかった。ただ前へ進むだけ、ただ足を動かすだけ。その日は珍しく視界が澄んでいて、遠くの尾根がよく見えた。何の根拠もないのに、目の前の尾根を越えればそこにはみんながいるんだ。要救助者確認。何も考えられない頭でも、これが理不尽だということは分かっていた。理由なくこんな目に遭うのはおかしい。こんな世界は絶対に間違ってる。こんなの絶対間違ってる。あんたもそいつを殴りたかったら、間違ったこの世界でも生きて戦いなさい。だから大人になったらビレに入ろうと決めた。死にそう、死んじゃう。死なないわよ。まだやることがある。もう US 作戦まで2日切ってんだよ。管制との電波リンク回復。 CN 比異常なし。BER 正常範囲を確認。オールブリンク has been. 全制御系を掌握。ターミナルカウントダウンを再開します。現在回収目標の軌道に変化なし。The orbit of our target is still valid.